はい、今回の動画ですね、毎段恒例となっているあの診断シングル販売価格とちったカード紹介の予定だったんですが、今回ちょっとタイトル変更して診断とちった話とさせていただいております。ってことで企画概要だったものがこちらになるんですけど、まあ当初の予定では、まあ、診断発売日にすぐ売り切れちゃったカードについて、なんで相場と比べてこんな安くしてしまったんだと、まあそういう反省会をする予定だったんですよ。ただ今回ですね、結論から言いましょう。価格ミスほぼありませんでした。まあ結構無茶苦茶な値付け方法をしたやつもあって、例えばこのヘビースターとかね、あのサイコロ映ってると思うんだけども、適当にサイコロ振ってその数参上した価格にしようっつったら5出てきたから、この3乗で125円プラス税にしたら、たまたまメルカリ価格と合致したっていう、あの奇跡の産物とかもあったりして、今回本当になかったんですよ。まあなかったっつったら厳密には嘘なんだけど、まあ例えばこのアバラルド校とか、まあ相場の半額ぐらいで売っちゃったけど、まあこんなもんですよ。他はね、正直もう全然許容範囲内です。でじゃあ何がとちった話なのかと、今回何ミスったかっつうと発注数なんですよ。でこの俺がどういう経緯でどう考えて発注を間違えたかを共有しておきたいんで、まあちょっと一回今年のパック傾向っていうのを見ていきます。ってことで、まあデュエルマスターズのパック大きく分けると2つあって、通常弾と特殊弾っていうのがあるんですよ。まあ通常弾は DMRP〇〇、 特殊弾は DMEX〇〇 っていう表記がされてます。で今回のデュエキングマックスはこっちですね、特殊弾に該当されます。でまあそれぞれの説明書いてあるんだけど、通常弾の方はね、パック単価も安くて1パックあたり160円プラス税とかなんだよ。でまあ新規カードも多いし、ボルファーとか23も出てくるしってことで、まあ、かなり魅力的で、基本的にパック売れなくて定価割れすることってないんだよ。ただこのエクストラパックって1パック300円超え当たり前で、なんならこのデュエキングマックスなんか1パックあたり550円なんですよ。でその割に特殊弾って新規で強いカードあんまり入ってないイメージがあって、もう直近数年間の傾向だとほぼほぼ低価割れを起こしてたのよ。だからフラット工房としては毎回診断は30カードを発注してたんだよ。ただ特殊弾の方は4カードしか発注しなかったんだ。でまあそれがどういう悲劇を生んだかっつうと、こうなんだよね。この86種って何にしてるかっつうと、まあ使えるカードは全部売れたね。もう1個も残ってない。値段も別に特別安くしたわけでもないんだよ。普通の価格で置いてんのに1個も残んなかったの。ってことで、まあ反省点なんだけど、まあエクストラパック舐めすぎてたわ、正直。もうバカにしてたもん、どうせ今回も外れだろっつってバカにしてたらラフルラブ来たんだよね。まあだから多分ね、あの向こう側がエクストラパックちょっと外しすぎてるから、ちょっと今回なんとかしようっつって、まあ払拭しに来たんかなと思ってます。なので僕は正直次のエクストラパックも期待したいです。でもう一個反省点あるんですよ。でそれがまあフラット工房も舐めすぎてたってところで、この企画をやり始めてから売り上げの伸びが今やばいのよ。もうガチで誇張なしで他のネットショップの5倍ぐらいの速度で売れるのよ。もう人来すぎて毎回サーバー落ちちゃって、サーバー復帰したら買えませんみたいな感じで、もう今回シングルカードがいなかった人本当にごめんなさい。もうこれは完全に4カードしか発注しなかったうちが悪い。というわけで、だからトミーさん、僕はもう次30カード、いやもうなんなら50カード買ってもいいわ。もう命託すんで、あとはよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上です。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。